時間10分経過、10分経過。秋山の返事は、秋山選手の返事はノーだ。おい、どうなってるんだ。説明しろ。説明しろ。秋山さんからは返事がありません。おい、いいな。あ、何仕方ぶっこいてんだよ、この野郎。仕事のほうが知れるよ。てめえは、体が折れた、腕が折れたみたいな。知らねえよ、お前は。煮干しでも食っとけって言ったのか。おい、どうした。おめえの持ってるこのベルトよ、 うちの親父が巻いてたやつなんだよ。 おめえ見てるのよ。 任せるわけにはいかねえな。 巻いてるんだからしょうがねえだろ。 じゃあやらせろ。 おう、やらせろ。もう電流爆破ならいいよ。俺の先輩特許だ。電流爆破ならいつでもいいんだよ。おめえは困ったら電流爆破しかいねえな。おう、ないよ。上等だよ。他はないんだよ。ああ、上等だよ。やってやろうじゃねえかよ。おい、電流爆破でも何でもやってるよ、この野郎。お前は電流爆破でやってる。俺の土俵じゃない、DDT だよ。土俵が違うよ。何でやってるよ、お前は。本当か。タクミさん、ちょい、あ、いねえや。調子悪くなるといないんだよ、あいつ。ほんと調子悪くなるといない。おう、おう、高木社長が決めることだ。俺はそれに従うよ。じゃあな。いやー、ピッチもいなかったよ。